ントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクトインスタが、さあ今回はこちらです。広大な有明海の干潟に面した鹿嶋市の干潟交流館、その一角にミニ水族館があります。ムツゴロウやシマフグ、ビゼンクラゲなど有明海にいる生き物を季節代わりで展示、見て触れて楽しめる水族館になっています。お、こっちもいる、大きいフグだ。フグ、ピンクのクラゲが泳いでいたのをびっくりしました。おいおくでゴツゴツしているとこ楽しい。ここはですね、無料でこれだけ見れるんで、もう子ども喜ぶんで一番いいです。有明海の生き物をこう見てもらうっていうのが大きな目的で、魚であったりカニであったり貝であったり、そういうものを中心に見てもらうっていうのが目的です。生き物の標本作りであったり、実際に干潟に行って生き物を取ってきたものをどんな生き物かっていうのを調べるっていう体験をしたりですね、それから干潟体験のようなものも下の方で受け付けてますので、体験することができます。またミニ水族館のお隣には展望デッキもあって、有明海が一望できるんです。みんな楽しそうにしていますね。昔の有明海と今の有明海ってちょっと違ってて、出てくる生き物も違うんですよね。そういうものを紹介したりしますので、有明海ってどういう風なところなのかなって実際に考えてもらいたいんですよね。で、自分たちが大人になった時に有明海をどういう風にこう活用していくかっていうのを考えてもらいたいというのが目的です。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。